はい、皆様、アニョッス。本日は久々、お絵かき心理テスト。めっちゃシリーズが出てるこちらですが、この3は本日で最終回です。それじゃあ早速、やっていこう。はい、虫ちゃん、婚約指輪はどんなの渡す？やっと普通のが一番でしょ。まずはリングの部分、おっしゃ鑑定。画力の都合でかけなかっただろ。バレたか。まあでもシンプルイズベスト。はい、派手な指輪ほどできちゃった結婚の可能性が。主は大丈夫そうだな。まず結婚できるかが問題だけどな。お次、泣いてる子供になんて声かける？普通にどうしたの？大丈夫？じゃつまらないので。つまらないので？ここは子供の大好きなワードで、笑顔にしちゃうぜ。やっぱそうだか。最近うんちドリルなんかもブームになってたしね。子供は大好き。確かにこれだったら笑ってくれるかも。しかしこの言葉なんと。自分が傷ついた時にこう接してほしい。皆様、動画見てて、今日主元気ないなと思いましたら、ぜひこう言って励ましてあげてください。お次、このお花の茎、どれぐらいの長さにする？確かにこれじゃ長すぎるが、短すぎも変なので。この真ん中でカット。これで恋愛での未練がわかるようです。主ちゃん、未練たらたらタイプか？茎が長いほど未練たらたら、短いほどきっぱり。真ん中で切った主、めっちゃ普通ってことか。はい、今度はこの中に好きなフルーツを、好きなだけ書いてね。任せろ、まずはみかんだな。はい、少々早送りでお送りしております。エビフライ？ちげえよ、バナナだよ。絵心なさすぎかー。ナスにも見えるけどバナナには見えない。最後はブドウね。はい、この果物の数イコール。お、これから来るも敵の数、まだ3回も残っていたか。果物の数だから2回だな。私はあれをバナナとは認めない。私も。主も。おめでとう。今度は自己に愛眠っていたあなた。さあ目覚めたのは事故から何日後？これは主、奇跡の生還、事故から10年後に突然目覚める。なんかアニメとか映画でありそうな設定。10年だから3650日だな。この日数はなんと、はいはいなんでしょうか？失恋から立ち直る日数。どんだけ落ち込んでんだよ。おし、失恋したら10年間、うんち漏れた？って言ってあげるわ。やめてー。次、冷蔵庫の中に入ってたもの一つ、それは何ですか？文字で失礼。出ました、お絵かき心理テストなのに。お、プリンちゃんかな？そうだぜ。一個残ったプリン、兄弟で喧嘩になるパターンね。ここに書いた食べ物の種類で、あなたに必要な冷静さが。出ました、主はお菓子類だから。お金の使い方には注意しましょう。はい、大丈夫だと思うけど気をつけます。はい、パッと適当に開いたページは何ページだった？もう今頭に浮かんだので。68ページ。数か偶数かで、あなたの性格タイプが、主は周りに流されない猫ちゃんタイプか。確かに、アナ雪、君の名はとかめっちゃ流行ったの一切見てないです。ラスト2問、パン作り、さあ何種類作った？めっちゃ美味しい自家製食パン一斤じゃ。この1という数字。あなたが生涯で尽く仕事の数、すでに先生と YouTuber なので超えちゃってます。まあこういう時もあるな。ではラスト、ベロベロになったお酒の度数は？ここは思い切ってマックス。ちなみに世界一度数が高いお酒で、95% ぐらいらしいです。なんとなんと、この100という数字。性欲がピークの年齢？皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。